ロジェクトメイクオーバー。どうも、プロジェクトメイクオーバーのお時間ですね。私今シリーズものの実況を2つやってるんですけど、やっぱりね、こういう単発実況っていうのも大事かなと思いまして、今回なんだっけ、プロジェクター負けオベみたいなゲームをやっていこうかなと思います。完璧だな。絶対騙されたやついると思う。初見のやつはほぼ騙されてると思うわ。まさか俺がプロメク動画12本目だとは思わないだろうな。ただ気づいたら言われそう。なんで12本もやってんのに単発実況なんですかって。まあ一応理由説明しとくね。うるさい！しっ！じゃあやっていきます。言論統制。ねえ見て、1111ステージやってんだけど。1111よ。もう PS3 発売日よ。ゾロの誕生日なのよ。俺もうこのゲーム20時間ぐらいやってんじゃねえかな。次の大改造。次のこの子はさ、おしゃれを履き違えちゃった子なの。何をしてんの。プロジェクトメイクオーバー、久々に言った気がする。もう違うんだって。違うのよ、もうメイクとかそういう問題じゃないのよ。あのな、もう先に呼ぶ人たちいるだろ。俺らじゃないのよ多分呼ぶのは。警察とかさ、救急車とか呼んだ方がいいんじゃない。救急車はあれか、必要ないかなあ。違う、警察呼んだ方がいいんじゃないか多分。なぜメイクしようと思ってんだその状況で。こんにちはリリー、今日来たのはリリー、リリーフランキーか。なんだこれは、一体何があったんだ。これには理由があるの。信じて。いや当たり前だろ、理由なくこんなことになるわけねえだろ。お前何言ってんだ。信じるわそりゃ。大学時代のパーティーで大騒ぎした後の惨事を思い出すね。いや大学時代のパーティーで大騒ぎした後、いやそんなでっかいこんな大木突っ込んでくるか。どういうパーティーしてたんだお前。嵐の最中に絶滅危惧種のホッキョクキツネの写真を撮ろうとして、この木を私の見張り台に倒しちゃったの。日本語ぐちゃぐちゃ、日本語ぐちゃぐちゃになってるよ。なんかよくわかんなくなっちゃってるよ。怪我しなくてよかったわ。どうしてキツネの写真がそんなに大事なの。あ、キツネ、まあ、絶滅危惧種って言ってるから、なんかでもさ、写真撮ろうとしてキツネも怖がっちゃうかもしんないぞ。私の父は有名な野生動物の写真家なの。いえ、だった。その前までは。ああ、写真家だったなんだ。何かがあって違うようになったってこと。父は写真を通して絶滅危惧種に対する意識を高めることに自分の人生を捧げていたの。ああ、写真家ね。写真家っていろんな人いるもんな。俺もそんなに詳しい、俺も全然写真家っては篠山紀信ぐらいしか、シャレ山紀信ぐらいしか分かんないな。いいよいいよ、松本いいよぐらいしか分かんないからな。私も父のようになりたい。でも人々の関心を得るのは難しくて、人に話しかけることさえ苦手なのに。人に話しかけることさえ苦手なのか。結構今会話スムーズに。なんだちょっと待って、デレクとフランシスの顔はなんだそれ。どういう表情してんだ。君に足りないのは自信みたいだね。幸いにも僕たちには秘密兵器がある。グレタ・キヨタさ。どうもグレタ・キヨタです。うぜえ。あんま絡みたくないやつ。どうもグレタ・キヨタです。とど、お前雪山にも来んの。お前グレタフォン出た、雪山でも出た、グレタフォン出た、雪山でも出ただろう。動物が嫌いな人なんているかしら。この私も毛皮が大好きなのよ。誰かがあなたに構ってくれるなんて本当に思ってるのかしら。自分の見張り台さえ守れないじゃない。どうやって絶滅危惧種を守るっていうの。わ、確かにな、こいつなんか入ってきてほしくないところズカズカ入ってくる感じするよな、遠くの部分で。押しつぶされそうな気持ちなの。もし父がいたらどうすればいいか教えてくれるのに。ああ、もうお父さん、あ、亡くなったとかそういうことなのかな。写真家だったっていうことは。じゃあ諦めなさい。どうせ写真の腕だってひどいんだし、構図なんてあったものじゃないわ。まるでど素人じゃない。うわ、嫌なやつ。嫌なやつだけどここを乗り越えろよっていうグレタ・フォン・データのメッセージなんだよな。隠されたメッセージ。私は今悪口を言ってる、こんなことでくじけちゃダメよっていう。そうよね、その通りだわ。私は何もできないのよ今はね。今はできなくていいんだよ。変わっていこうぜこっから。
グレタに騙されないで。そんなに簡単に自分自身を諦めさせたりしないよ。グレタ清太もね、じゃリリーがおかしくなっちゃうから。あれ、グレタに騙されないでって言ってるけど、グレタ清太もグレタじゃない。どういうこと、私もすでに騙されてないってなっちゃってるって今リリー。そうよね、困難を乗り切るように教えてくれたのは父なの。諦めさえしなければ結果は出るって教えてくれた。そうだな、諦めないっていうのは大事だな。まあ結果は出ないこともあると思うよ、諦めなくても。でも諦めないと、諦め、いやいいわ、もう何をとしてるか分かんなくなったらもういいわ。口論するには寒すぎるわ。山のふもとに暖かそうなロッジがあったわ。予約なしで入れてもらうことにするわ。あいつは本当に、いやでもね、ああいうキャラって一番大事だよな。こういうなんかさ、逆境乗り越えろみたいな感じ。結構雪降ってんね、窓の外見たら結構雪降ってる気がする。でも家穴開いちゃってんのよね。雪、外の雪の割には家の中に入ってくる雪少ねえな。さあ行こうリリー、始めようぜ。大改造が終わる頃にはきっと親父さんの自慢の娘になってるぜ。行こうか。リリー、なんかこの子可愛い感じするけどね。もう元からメイクで、かもうメイクの前にいろいろすることあると思うけどね。やっぱりこれなんで全体的にさ、雪と泥を、そうこういうのは業者にやらせるもんなのよ。もう顔もう寒いんでしょ、寒いんでしょリリー、わかるよ。俺道民だから、もう雪で育ってきた男だからわかるよ。君についた汚れを落とそうか。ホッキョクグマみたいな外見をより人間らしくしよう。ホッキョクグマの毛は半透明だって知ってる？白く見えるのは光を反射しているかな。でも根は黒いのよ。あ、そうなんだ。ホッキョクグマ、さすがにそこまでの知識は知らなかったな。新しいことを学んだよ。汚れがすっきりした気分はどう？新しいことを学んだよだけで済ますな。別にあんまその話題あんま興味ないですからみたいな。新しいことを学んだよで済ますな。へえとか驚いてやれ少しぐらい。生まれ変わったクマじゃなくて女の子みたい。クマと女の子、そう間違いないぞ。さてこっから新しいタスクでゴーグルを外すってさ、まずさ、まずここに着いたら自分自身でゴーグル外すと思うんですけど、なんで俺が外してあげんの？その聞きたいんだけど、くだらない質問だったらごめん。でもゴーグルしたままでどうやって写真を撮るんだい？確かにどうやって撮るんだろうね。ちゃんとさ、なんかゴールがグーゴーグーゴーグー、いや読めてない、ゴーグルが邪魔になんないのかな。これは厳しい気候から目を保護するためにつけてるの。ああそういうことね。ああまあ書かない方がいいぞ、書かない方がいいぞ。ほらゴーグル外したわ、どう？まあでもなんか寒さで赤くなってんのかな。これは日焼けとかじゃないよな。一体どれくらい長くこれをつけていたの？どれくらいつけてたんだ言え。うやむやにすんな、真顔でうやむやにすんな。お前どれぐらいつけてた、ずっとやってたんだろ。怒るぞ、ずっとつけてたなお前。で帽子も取って髪もボサボサになってんじゃないのか。あでも言うほどボサボサじゃないね。写真はあまり得意じゃないけど、写真の才能のある人にはいつも感動させられるよ。もっと腕が良かったらって思うわ。父はいつも常に学び続けるのが大事だって言ってた。立ち止まるなって。あーお父さんいいこと教えてくれんな。ただ俺はじゃあここでリリー、君の気持ちをなんか揺さぶるようなこと言っていいかい？たまには立ち止まるのも大事だよ。立ち止まらないっていうことよりも、たまに立ち止まるっていうこともそれも学びなんじゃないのかい？はいリリー、揺さぶられてる。リリー、どうしよう、私どうしようってなってる今きっと。父の教えが恋しいわ。一緒に行った旅行もよく一緒に世界中を旅したの。お、世界旅行してるってことか、写真撮りながら。彼と同じ道に進んでくれたことを誇りに思ってると思うよ。そして自信をつけるために努力していることを嬉しく思っているはずさ。そうだな、お父さんとの思い出みたいなさ、お父さんとの写真とかも持ってんのかな。髪ほどいてあげよっか。わお、なんかもう百獣の王みたいな感じのバサってなってるな、獅子になってるな。君の髪はアマゾンの森林よりももじゃもじゃしてるね。いやアマゾンの森林の方がもじゃもじゃしてると思うよフランシス。さすがに規模感が違うと思うわ。お前オーバーすぎるわ。アマゾンには行ったことがあるわ。あそこの雲は巨大なのよ。あ巨大そうだな。アマゾンにいる動物生物って全部巨大そうだな。子供の頃だったらいけたかもしんないけど、何なんだろうね。ねみんな別に大丈夫なの？子供の頃は大丈夫だけど、大人になったらさ、自然とちょっと虫とかが苦手になりがちな、あの現象何なんだろうね。ちゃんと認識するからなのかな、その生物をしっかりと。あれ、あなんかさない？
みんなそんなない？俺結構あんのよ。子供の頃めちゃ、今も別にそんな苦手じゃないんだけど、子供の頃の方が全然大丈夫だったなって思うわ。デレクに会ったら、クモについてたくさん教えてあげてよ。写真があったら見せるといいよ。これで髪をとりあえず洗っちゃいましょうか。一通り綺麗になってほしいから、髪洗ってストレートな感じなのかな、この子はもともとは。あ、でも見せ、これこれずるい。このさ、なんかお楽しみよみたいなこのタオル巻く感じずるいわ。頭がすっごく軽いわ。どれぐらい洗ってなかったんだろうな。でもそうだよな、あんなに雪山にいたらお風呂ってあったのかないよな。床の泥を見る限りキャンプ中にあれこれ髪に引っ掛けてたみたいだね。さてからの日焼け、あ、日焼けだったんだ。やっぱり寒さじゃなくて日焼けだったんだね。これって日焼け雪焼け、もうわけがわからないよ。昨日一日中ホッキョクギツネが巣穴から出てくるのを待っていたの。日の光を浴びすぎたのかも。まあでもこんなにね、雪山の結構上の方だったら太陽も近くなるだろうし、それで日浴び続けてたらそれ日焼けするわ。雪は紫外線の80は、ごめん、道民でも知らなかったわ。 80% 反射、そうなんだ。初耳だね。幸いにも一つ治療したら全部綺麗になるはずさ。さあこれで塗ったら一気に治っちゃうのは、もうこれ売ってくれや俺にも。な、別に俺さ、まあ今日焼けそんなしないんだけど、売ってくれねえか俺にもそれ。俺欲しいわ。日本で売りさばいて大金を稼ぎてえわ、今の日焼けクリーム。で髪を乾かしまして、どんな感じ。あ、もう可愛い子ちゃん。結局そうなんだよな。結局なんかさ、もうなんか元のさ、なんか素材がいいみたいな子ばっかりなんだよな、このゲーム。もっとなんかな、なんかさ、なんか本当にほんとそこら辺にいそうなやつ出してほしいわ。グレタの言うことが正しかったらどうしよう。私の写真の腕は悪いかしら。いやでも写真の腕っていうのは素人から見たらさ、わからないっていうのもあると思うよ。結局写真家とかプロから見たらすごいみたいな、あの絵も一緒じゃん。3億円の絵みたいなこと言われてもよくわかんないみたいな。グレタを信じちゃダメだよ。彼女は写真について何も知らないよ。動物とか地図についてもね。なんで地図。正直彼女は山のどこかで迷子になってると思う。あ、今かわいい。いやもうそれ大変だろ。それもグレタフォンデ、いやいや、やだよ。次の話以降グレタフォンデタが出てこなくなったら俺やだわ。あれ、マジで雪山で迷子になって出てこなくなったのかなみたいな、なんか嫌なストーリーに持ってくな、フランシス。重要なのは自分が大好きなことを仕事にしてるってこと。それにその理由も素敵だ。そうだな、いないからね、自分の好きなことを仕事にできるなんて。でもそんな限られた人間になっちゃうよ結局。でも逆にね、仕事をしてるうちにその仕事が好きになってくるっていうのもあるから、もうそれ人それぞれって感じだね。でも俺はゲーム実況仕事なのかって言われたらもう恥ずかしくて言えないけどね。ゲーム実況は立派な仕事ですよってたまに言ってくれる人いるんですけど、違うよ。全否定するよ俺は。別に何も立派じゃないよあいつら。もう俺含めあいつら全員立派じゃねえから。そうね、そうかもしれない。この子可愛くなりそうだよな。よーグレタキヨだ、リリーの見張り台の設計図を書き上げるのを手伝ってくれないか。あーでもね、なんだろう、デレクってさ、一番この今回のゲストさん、リリーとか他の今までのゲストさんと接する機会ないじゃん。グレタキヨだとの接する時間が一番長いから、ちょっとみんなデレクを好きになるんじゃないかなみたいな、ちょっと俺の考察で、デレクとの時間が結局一番長いもん。実はな、この木をどかすのを手伝ってほしいんだ。いや無理だよ、この大木はさすがに無理だって。グレタ・キヨタとデレク2人じゃ無理だって。騙して悪かったな。でも誰も手伝ってくれる人がいないんだ。いや無理よ、木を片付けるじゃないのよ。デレク絶対無理なのよこれ。え、どうすんの。さあここで俺のお気に入りの工具がうなりをあげるぜ。いや無理でしょ、いくらチェーンソーがあったとしてもこれもう相当な大木だからね、長時間かかるよ。本当にチェーンソーかよお前。チェーンソーだ、腕の見せ所だぜグレタキヨタ。無理無理。そうね、ちっちゃいそう切ってって切ってな。おままごと感覚で切るな。全部終わった後何も言わねえのかよ。で、このままいい加減にしろよ。あん
な明らかに人一人の力じゃ無理なんだよ。デレク何巨人になれるのかお前。ハルクにでもなれんのか。デレクがハルクになるのか。すごすぎないかちょっと。行きますね。何事もなかったかのように。あ、雪と氷も片付けまして、この見張り台は鳥や動物を眺めるのには最適だけど、徐々に自然に侵食されているようだな。あ、雪を雪かきね、雪かきっていうのはね、意外とコツがありましてね、楽にそうパッパッパッっていう楽な、ちょっとね、もう道民、俺ね、あのゲーム実況っていうものをもしやめたらですよ、雪かき講習の人になりたいわ。いろんなところにもしも雪が降ってしまったらのところにいつでも出張できる人、雪かき講習おじさんになりたいわ。はい、こうですよって、ちなみにこのやり方だと効率が悪いですって意外とわかんないもんだからな。じゃあ行きます。ゴミも片付けちゃいまして、いやなんか最近さ、アレルギー性鼻炎で鼻の薬飲んでるからなのかすぐ喉乾いちゃうんだよね。ちょっと今日水飲むの多めになると思います。はい、片付けていこっか。棚もどけてボロボロだな。もうこれさ、一個一個どけんじゃなくてさ、もう全部まとめてどけちゃっていいんじゃないのかい。で壁も片付けて、はいはいはい、いいよいいよ。でこのそうだよね、暖炉も外しまして、着いた時にこの暖炉に火をつけていたら氷が少し溶けていたのかもしれないな。ちょっとついてる感じするけどね、まだ。で暖炉も避けて、ま、別に関係ねえよな、一生懸命にやれば苦学もつくさ。なんかみんな前向きでいいよな。でもこういうポジティブキャラたちと一緒にゲームやってるとさ、なんかやっぱ自然と、まあそもそも俺異常なほどのポジティブかつ切り替え早すぎ人間なんだけど、もっとポジティブになってく気がするわ。ちょっとね、俺ね、嫌われるぐらい切り替え早いんだよね。もうちょっと気にしたらって思われるぐらい気にしないんだよね、何事も。はい、このままか。なあ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 、おかしいって絶対。片付けコイン今までよりなんかかかってない？ゴミの中に何かあったぜ、グレタキョだ。なんだと思う？いちいち名前で呼ばれるとちょっとキュンとしちゃうじゃん、デレク。こいつ一番俺のことを名前で呼んでくるもんな。ちょっとキュンとしちゃうじゃん。今別に名前呼ばなくていいからな。なんだこれ、キャメラ。あ、お父さんの使ってたキャメラなんじゃない？すっごく古いキャメラだな。だいぶ傷んでるようだ。リリーの親父さんのカメラかな。そういえば親父さんの古いカメラで初めての野生動物の写真を撮ったって言ってたよな。いや、こういうのは大事にしようぜ。こういうのはしっかり撮っておこう。捨てるなよ。ま、こんないらねえかつって投げるなよ。デレクの急に感情ゼロモードなんだよ。ま、こんなボロボロなカメラいらねえかつって踏みつぶして、踏みつぶしてやろう。ガンガンとかやめろよお前。これを使ってリリーを元気づけるいい方法を思いついたぜ。絶対に気になるぞ。いいな、何や、まあ、飾るとかそういう感じなんじゃないのかな。はい、そして壁を取り除く。もう家じゃなくなるのよ。この窓は素敵だけど広角の写真を撮るのに邪魔だな。あのデレコ、お前雪舐めてんだろな。あ、その赤のチェックのシャツいつもの格好で来んな。お前舐めすぎなんだよ。体温調整自分でできんのかお前。わかった、この壁ごと取り除こうぜ。あの大型マはどこに置いたっけ。何すんの。ちょっと待って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 。危ないよ、なんかこの壁危なくない。なんかこれ外出たらもう落ちていかない。ねえねえねえ、これどこに家建ててんの。これさ、一歩この外、壁の外に足出したらさ、ね、高さ4メートルぐらいありそうじゃない。なんか危なくないかこの家。で新しい引き戸も設置しまして、これ大丈夫、ね、床見えの、雪のせ、雪の足場が見えないんだけど。真珠の門、パノラマ、景観、まあでもここってさ、ちょっと景観を大事にしていきたいよな。どうだ、素敵な人だろ。これで絶滅危惧種の動物が通りかかったらリリーは即座に外に飛び出せるぜ。でもな、大丈夫なのかな。こういうところだからこそさ、しっかりさ、周りは木で囲っといた方がいいとかないのかな、頑丈に。でもあと一つサプライズがあるんだ。そうだよな、さっきも言ってたよな、あのカメラのことじゃなくてか、新しい床も設置しましょうか。あー、ていうかこんな雪山にそんなおしゃれな家っているのか。スノーシューズに日光浴、寒い夜、いやここは明るい、ここスノーシューズだな。んで天井とかも壁か、ここのメインの壁をどうするかだよな。おお、その窓があった場所にはいいことを思いついたぜ。まあ俺に任せてくれ、グレタキヨタ。名前呼んでくれるよなあ、デレク、わざともう言ってない俺の名前を、グレタキヨタって。まあ俺に任せてくれでいいわけじゃん別に。何ちょっと何、やっぱこうやって人気取りに来てんな。
プロメコユーザーの人気取りに来てるところあんだ、デレク。人気投票ランキング1位なだけあんな、さすがに。第2回があったらお前また2連続取ろうとしてんな。どうしようかな。あ、新しい木材、まあ、まんま似たような系統でいくっていうのもありなんだけど、巻きいいね、巻きいいね。そしてバーントエンズ、何バーントエンズ、何この床みたいな壁、この床みたいな壁何バーントエンズって。いや同じ色にしたくなっちゃう。やっぱさ、このさ、今左にあるじゃん、で真ん中右ってあるじゃん、まあ同じ場所にあるやつが同じ傾向ってことでしょ。同じ傾向のなんか似たような合ってるってことだから。でもここであえて違うものを置くことによってセンスっていうのが出るよね。バーント置きましょう、バーントエンズを。はい、でこれで新しい天井は、天井穴開いちゃってるからね、グリーンライン、あ、クリーンラインか。被写界深度、もう何、難しい言葉だな。そして最後は三分割烹、まあこれ、ここはここで揃えていい気がするけど、まあでも全体的に合ってるけど、あえて全部バラバラで揃えちゃう、バラバラにしちゃう。いや、ここは色揃えちゃおう。天井に穴が開いてない分、この部屋は暖かいな。これで部屋に入り込んでくる雪はリリーが持ち込むものだけだぜ。確かにな、リリーがな、雪をちゃんとほろって入ってこいよ。そうなんだよね、雪をちゃんとほろってから家に入りなさいよっていうあの習慣ね。でストーブの前に、これ結構道民あるあるだと思うんだけど、ストーブの前に新聞紙引いて、その上に手袋とか靴とか置くんだよね、乾かすために濡れてたらこれわかるかな、この感じわかるね、わかる。ストーブの前にね、ちょっと新聞紙引いてさ、ちょっとさ、靴とか置いて、でも自分もストーブの前に行きたいから、その時はちょっと避けて、自分が寝そべりながら、なんか足の先でストーブのあの銀の部分、ガン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 みたいなことやっちゃうのよ、たまに熱いみたいな。多分伝わんない、道民あるあるなんだろうけど伝わらないと思う。この一部の道民にしか伝わらなさそう。新しいバルコニー行きます。バルコニーいらんだろ別に。凍ってる日陰ピント、あそっか、外の見た目的には明るく、でもこれ雪積もってるかどうか分かりやすくした方がいいと思うんだよね。だからここだな、日陰の木にしとこう。これなら普通の窓よりずっといいだろ。このバルコニーから受賞間違いなしの写真を撮れるぜ。あー、こっからも撮れるってことね、外に出て。それはいいかもしんないけど、多分リリーの性格上外で近くまで行きたくなっちゃうんじゃねえかな。新しい日よけ、ここも勝手に置いてくれるんだ。あ、いいな、あ、雪よけ置いてくれるんだな。うわ、このバルコニーには飛ばされるわ。リリーが本当に吹き飛ばされないといいわね。何を言ってんだこいつ。ジジどうした、何を言ってんだ。バルコニーには飛ばされるわってどういうこと、本当にどういうこと。なんか何かもう別のものが見えてる、ジジ。お前幻覚見えてる。グレタ・キヨタ、衣装部屋に来てくれない。あー、まあ、なんかもう この時点でもう可愛くないか。なんか普通に雪山に来てる女の子って感じで、ちゃんと、いや、なんだろうな、ジジもなんだけど、なんでみんな薄着でくんだろうな。そろそろリリーのイメチェンに取り掛かりましょう。さあ、リリーのイメチェンに取り掛かります。靴下と靴脱がします。細い足だね。リリー、この靴はもう何年履いてるって言った。この古い靴、10年前に古着屋で見つけたのよ。もっと古いじゃん。10年前に古着屋で見つけた靴、古いな。何年前の靴だじゃん。だから臭いのね。じいちゃん、あんま言うな、ズバッと言うな。なんかサバサバ系女子、自称サバサバ系女子みたいなのと一緒だぞ。なんか私ズバズバこういうの言っちゃうからみたいな、性格上私結構言っちゃうタイプなんだよねみたいな、私サバサバしてるからとか言う、あのめんどくせえ女たち、なんなん。偏見が出てしまいました。あの自称サバサバしてるみたいなオーラ出してるやつら、あいつらなんなん。なんかブリッコを嫌うみたいな。あのサバサバな、自称サバサバ系のやつらなんなん、あいつら。いや、自称天然模様、あいつらなんなん。普通にしとけ。自称さ、本当にサバサバしてるやつ、自分でサバサバしてるって言わねえんだよ。さあ、これでこの子が、あれでもなんかさ、早くない、今回なんかこういうのって最後にやってなかったっけ。あ、でも脱がして最後に、そっか、衣装チェックか。正直に言ってもいい、このジャケットを着ていると歩くときにペンギンみたいよ。ガラパゴスペンギンみたいってこと。大好きよガラパゴス。なんか俺聞いたことあるぞ、ガラパゴスペンギン。絶対どっか一回出てきてると思う、ガラパゴスペンギンっていうの、このワード。いや、このゲームじゃないけど、今まで俺がやってきたなんかゲームの中で絶対ガラパゴスペンギンっていう言葉出てきた気がする。
このジャケットは父のなの。着てるとまるで父がそばにいるような気持ちになるわ。プロメコ惜しいよ。アップデしようか修正しようか着てるっていうの漢字間違っちゃってんだ。心配しないで、あなたには何かおしゃれなものを見つけてあげる。お父さんのことは取っておいて大丈夫よ。そうだな。ただリリー、今日だ、もしか今日なんかいい写真が撮れる気がするっていう日はお父さんのコートを着ていきな。絶対自信がつくからな。そして手袋も外し、また手袋つけてなかった、つけたまんまだったの。お父さんのこと少し教えてくれない？父はとても素晴らしい人だったわ。それにいつも弱い者の味方だった。だから絶滅危惧種にも愛情を注いでいたの。あー、いいお父さんだったんだね。素敵な人だったんだな。絶滅危惧種にもちゃんと愛情、そうだね、なんかそれを利用してとかいう考えがなかったってことなんだよね。他の人たちの注目を集めて賛同させるのが得意だったわ。でも私は人に助けを求めるのが苦手なの。あー、そうだよな、助け求めるのが苦手、そこって大事な部分だよね。なんか自分の弱さだったり困ってる部分をちゃんと認めれて人に頼るっていうことをできるのも、それも強い人間の要素だと思うけどな。弱さを認める、困ってるっていうのが自分が人に助けを求めるっていうのは、綺麗になってイメチェンをすればあなたに必要な自信がつくと思うわ。助けを求める自信もないってことなんだもんね。そうだといいんだけど、なんかはちゃめちゃな色のセーターだな。でズボンも脱がしまして、はい、ごめんよ、細い足だね。ウェレクが見張り台で何かを見つけたみたい。何か大事なものらしいわよ。お、もしかしてデレクのところに行く。ああ、そっか、カメラか。本当に何かしら。今は秘密にしておくわ。でもきっと気に入るはずよ。デレクがどうやってサプライズ、サプライズって言ってたけどさ、どうやってさ、何をするんだろうね。サプライズって言ってるってことセロってこと？いたよな、昔マジシャンのセロ、サプライズって言ってる。私が大改造から逃げ出さないようにするための方法かしら。それもそうかもね。いいな、このノリ。そしてトップスを脱がして、ごめんなさいね、しばらく、ごめんなさいよリリー、しばらくその寒い格好のままでいてもらうと思うんですけど、しばらくなんですけど、すいませんね、ちょっと待っててね。絶滅に瀕してるホッキョクギツネとか、リリーの生き物保護に対する献身的な態度を尊敬するよな、グレタキヨタ。俺たちが手助けをすれば彼女は仕事を続ける自信を持てると信じてるぜ。いや、グレタキヨタってまた名前呼んできた。俺たちはクジラを救うことはできないけど、この見張り台を救うことならできるぜ。は？何もうまいこと言ってないのよ。別にそこにクジラを出す必要はないんじゃないか。それじゃ仕事に戻るとしようか。さて、これでソファーとかもまた水飲みます。溜めてたコイン一気になくなるよな、このゲーム。スキーリフト、クタクタボロボロ、クタクタボロボロのソファー誰が置きたいんだ。氷塊、なんだろうな、氷塊、スキーリフト、まあ、氷塊もいいんだけど、なるべく温かみのある感じ。いや、このスキーリフトって一番さ、横に暖炉とかがあったらさ、寝転がりやすい気がするんだよね。川は俺も何度も言ってるけど、なんか肌がちょっとピタってつく感じ、あの嫌い、あの感じ嫌いなのと、破けたら綿がなんか見えてくる感じもあんま好きじゃないんだよね。で、氷塊はこれなんだろう、なんか夜のお店にありそうな感じの椅子だから、あってね、やっぱこれが一番のんびりできる。リリーは野生動物を追いかけてる間、車か寝袋で寝泊まりしてるって言ってたな。素敵なソファーはそんなのよりもずっと快適だぜ。でもソファーベッドの快適さには気を失っちゃうかもな。ソファーベッドなんか、これ下もしかしてグッて引き出せるパターンか。でもベッドもまた用意するとかじゃなく、新しいシャンデリアはな、シャングリラでな、何でも OK。 なんじゃこりゃ、大宇宙、何これ、なんか、いやー、なんだろうな、中学生の俺だったら絶対に即買いたくなって母さんに言ってたら、なあれあれ買ってくんないって。で、母さんはいらないよって言ってそのまま終わりそう。本当にいらないものは買わないみたいな、チェって言ってそうだな、大宇宙。うわ、直線的思考、直線的思考なるか、本当に。大自然もいい気するよね。このちょっと枝の感じもいい気する。ちょっとこれでもな、大宇宙に持っていかれそうだけど、あまりにも合ってなさすぎる。大自然でいきます。はい、大自然で行って新しいソファークッション、
ここはブルーアワー、ラッシュアワー、ジャッキーチェン、クリスタッカー、バーストモード。バーストモード、ね、ゲームでもやってんの？で、粉々、なんかまともなタイトル一個もないな。なんだろうな、合ってる感じ、ちょっと合ってる感じで言うとブルーアワーだよね。やっぱりブルーアワー、ラッシュアワーが合ってる気するんだよな。でも粉々もいいな、名前が。いや、ここはブルーアワーにしとこっか。ソファーのところはなんか遊びすぎなくていい気がする。で、ラグよ、これラグ問題が結構大事なのよね。凍りついたつらら、つららって汚いから舐めない方がいいよ。あと、つららが連なってるところで、でっかいつららだったらあんまりね、もごうとしない方がいいからね。一個つらなって全部ガーって落ちてくる可能性があるから。俺昔それで大怪我したから。一家団らん、雪の吹き溜まり。これ合ってんのは凍りついたつららかもしれないけど、いや、一家団らんだな。ここはお父さんも近くにいるよっていう気持ちを。このラグはリリーの動物のお友達じゃないだろうね。いや、お前なんでそんな急に、なんでお前ちょっとブラックな感じ入れてくる。動物の顔で作りましたみたいな感じのリリー、ここの雪山の動物かもねみたいな、なんで急にそんなこと入れてくるんだ、デレクは。で、ウォールアートはルドルフ、幸せのなる木、自然、まあでもどうなこれ何これ何これなんだ。幸せのなる木か。いや、でもさ、定番すぎんのか、ルドルフって。ちょっとこれ、ここはまああえて幸せのなる木、幸せになってほしいから、リリーに幸せになってほしいから、リリーは幸せになってほしい。見取り図ですよ。で、新しい棚に行きまして、あ、棚は何でもいいな。専門知識集結、アスペクト比、ぼかし、いや、ソファーの上にね、ごちゃごちゃした、これいや、なんでソファーの上なのかね。ソファーの上にはこれいらねえよ、絶対ソファーの上いらないと思う。いや、だってさ、ソファーの上、なんかここ頭の上にある感じ、やだわ。なんだろう、アスペクト比かな。ぼかしもいいけど、ぼかしも、でもおしゃれに見せんだったらぼかしだけど、この下のさ、このひし形の下の尖ってる部分に絶対頭打っちゃう可能性あるよね。頭、いたみたいな、絶対邪魔くさい可能性があるんだよな。いや、やっぱ俺結局な、ちょっと使いやすさ求めちゃうから、専門的知識中結かな。いや、おしゃれではない、おしゃれではないのよね。でも実際住んでみて、どれぐらい過ごしやすかっていうのが結局大事なのよ。だから俺はここは合ってると思う。コーヒーテーブルは、チョップ、チョップ入れる。ここチョップ入れた方がいいのか。でもな、色が下が合ってないからな、ちょっとおしゃれな感じで正反対でいくか。白と黒の正反対で。で、新しい座布団も必要となるから、座布団何かな。ドラムリン、何それ。ドラムリンって何。ラムリンしか知らないんだけど、しまじろうに出てくる新キャラ、ドラムリン。ラムリン中のラムリンがドラムリンってこと。でもラムリンって今もういないんだっけ。しまじろうの中でラムリンってもういないんだっけ。確かクビになったんだっけ、ご来光。いや、待って、もうドラムリンに行くわ。ラムリン中のラムリン、男の中の男みたいな。ラムリン中のラムリン、ドラムリンに行くわ。そして棚、俺何言ってんのさっきから。ねえ、この俺のトークはちゃめちゃちゃ。ドラムリン、ラムリン中のラムリン、ドラムリンってな、もう意味わかんなくない。みんな俺のこのラムリン中のラムリンはドラムリンっていう、どういう気持ちで聞いてんの、みんな今思うんだけど、この動画のトーク、この俺のトーク、どういう気持ちで聞いてんの。またなんか意味わかんねえこと言ってんなぐらいの感覚なの。この棚はリリーの道具を整理するだけじゃなく、すぐに必要なものを収めておけるんだ。いや、ほぼいらねえんじゃねえか今。上の棚のもの別にほぼいらねえんじゃねえか。でもそこにはカメラは飾らないんだね。来ましたよ、暖炉が。何、吊り下げ暖炉って。何このオシャンティーな暖炉。何、空中遊泳、木&鉄、飛翔する残り火、雨かける竜のひらめきみたいな。何こんなオシャン、今本当にこういう暖炉があんの、すごくない。めっちゃいいんだけど、欲しくなっちゃう。でも木&鉄かな。でもおしゃれさを出すんだったら空中遊泳だよな。でもさ、この暖炉に白い感じってあんま俺の中で必要ない感じがするんだよな。黒い感じ、ちょっと暖炉のこの黒い感じが木&鉄の定番感、ちょっとでもな、危ないな、これ危なくないか。
横に木がすぐある状態でさ、これ囲われてないんだったら火移っちゃわないか、焦げちゃわないか。ちょっとこれにしよっか。安全性をちゃんと考慮しよう。この暖炉なら長い冬の間リリーを温めてくれるぜ。この部屋暑くないか、それとも俺だけ。いや、お前だけ。なんか火事とかじゃないよな。この部屋は完璧だね、グレタキヨタ。大改造が終わったらリリーも完璧になるね。サロンに戻って彼女の絶望的な見た目を直してあげる。絶望的とか言うな、あんまり。なあ、女の子になんかそういうなんか裏では言ってもいいでしょみたいな、そういうのなんか陰口ではないんだけど、そのナチュラルな、自分は何も思ってないけどナチュラルに悪口が出てるから、絶望的とかあんま言うな。全然絶望的じゃないのよ、リリーめちゃめちゃ可愛いよ。ここでの仕事が終わる頃にはリリーはもう山に隠れたりしなくなるよ。彼女はみんなに見てほしいって思うようになるはずさ。いや、でもだからって言って地上に行きたがるのよ、リリー。こんなに大改装してるんだからね、家も。私もういいわ、雪山なんていいわ、写真なんていらない、男よ男みたいな。なあ、自分に自信がついた結果、男よ男が欲しいわってなるなよ、リリー。頼むぞ、変わんないでよリリー、中身だけは変わんないでくれ。いるからな、なんか自分にな、知名度が上がったりさ、わかんないよ、この活動してるといるのよ、自分に知名度が上がったり金を持ち出すと変わってしまうやつっていうのは。絶対だからリリー、そうなんだよ。見た目が大幅にすごく綺麗で自分に自信がついたとしても、もう中身は変わらないで、一つだけ自分の守ってるもの、そういうのを大事にしてくれ。うわー、やばいやばい、ちょっとチャラ女みたいになってきてる、チャラ女みたいになってきてますよ皆さん。リリーがチャラ女みたいになってきました。ドローパックをしまして、あ、髪切っちゃう、先に髪切っちゃうか。リリー、うわ大人っぽいな、リリー。あ、なんかこのリリーいいな。でもお前髪伸びてね、髪伸びてね、リリー。元から髪伸びてない、元の長さから。そしてフランチェスカ、ダイアン、津田、ゴイゴイスってこと。フランチェスカもいいな、でもちょっとこれまとめてる感じもいいね。そしてアニー、お、アニーじゃねえか、舞台アニーじゃねえか、舞台アニーじゃねえか、ミュージカルアニーか。え、でもな、俺ちょっとこの大人っぽいダイアンに惹かれる、ごめんなさい。ダイアン津田で言っていいですか、ユウスケで言っていいですか、ちょっとこれでいくれ。うわ、いいわ。でも髪伸ばしてない、元の長さより。大人っぽい、頼む、クラブに行かないでくれ。このスタイルを本当に気に入ったわ。でも山の中やジャングルの奥深くにいるときは誰にも見てもらえないわね。リリー大丈夫だよ、俺が見てるから、俺が山の中に行くから。信じて、君の写真を一目見たら話題の自然の雑誌が君にインタビューしたがるに違いないよ。確かにね、こんなに、いやもうこんなすげえいい子だからこそさ、ダメ、人、多分男に溺れ始めてしまったらもうずっと溺れ続けてしまう、よくない。ただこの子をちょっと俺からのプレゼント、イヤリングをプレゼントしてあげよう。イヤリングプレゼントしてあげよっか。やべえ、チャラくなってく、リリーがどんどんチャラくなってくよ。やばいなリリーチャラリリーに俺がしてしまいそう。でも多いやつにしよっか、ちょっとこれ3個、いや5個あるやつにしよっかな。これ一番レア度低いのかな、ごめんよ。あ、気に入ってくれた、リリーがチャラくなってく。そして泥パックもしまして、パックの効果ってどれぐらいあるんだろうね、本当に。あ、これなんか広告であるよな。あ、これいよいよそうじゃない、これなんかさ、このゲームプロメクの広告でこういうシーンなんかあるよね。自分の顔に泥を塗るのは初めてじゃないわ。そうかもしれないね。でもこれはフィジーの山頂の泥だよ。以前君の顔についていたのはただの道端の泥だよ。それぐらいは分かってると思うけど。何、分かってないんだ。何が違うの、フランシス、ヒクラ。ちょ、だからフィジーの泥だって言ってるじゃないか。フィジーは知ってんのかな、フィジーも知らないのかな。そして泥パックを取る。なな、詐欺みたいな恋の取り方すんなよ。あら、もっと綺麗になったね。何、うわ、モテモテ姉ちゃんが出てきた。やばい、モテモテ姉ちゃん、実際に近くにいると絶対に好きになってしまうモテモテ姉ちゃん。効果があった気がする、完全に元気になったみたい。そろそろ仕事に戻ろうかしら。その熱心さは素晴らしいと思うけど、自然に挑む前に僕らの仕事を終わらせてくれないか。メイクだ、メイクの前は気合い入れるぞ。うん、ここなんだよ、久々なんだよな、久々にメイクすんだよな。ちょっと気をまた忘れてんじゃんみたいな感じで、お前らにぶったたかれないようにしなきゃいけねえからな。違うんだよな、お前らもなんかこれ合ってるからこれはこうだよみたいなさ、自分が正解だと思うんじゃねえぞ。さあ口紅を塗ろう。なんだ、入れぞ入れぞ。
入れぞ入れぞ何回言ってんだ。クレヨンしんちゃんの一番最初の映画じゃん。ハイグレじゃん。ローレゾは、レゾぞろい。ハイレゾ、ローレゾ。じゃあミドルレゾ、中間入ってくんの。ハイレゾ、ローレゾ、ミドルレゾ、一線ケルビン、何それ。それだ、ハイレゾ、レロ、ローレゾ、一線ケルビンド、何それ。ハイレゾ、ローレゾ、一線ケルビンドって何。一線ケルビンドって何。ただあー音、いやでもな、ちょっと、合ってんの。いや、ローレゾ合ってない。ローレゾでしょ。完全に奪いたい唇になっちゃうもん、これ。これハイレゾでもローレゾ、一線ケルビンドでもない。これはローレゾだわ。これはローレゾだよな。ちょっとナチュラルな感じでさ。いや、いい、もういい、いい。あ、口紅、まーってやってるやつだ。まーってやる行為。そしてチーク、これもういらないんだけどな。もう君、この時点でもう十分可愛いのよ。可愛すぎた原爆なのよ。そしてレンズフレア、完全飽和、飽和されてる状態。もう飽きられちゃってるってことは、これじゃない方がいいんじゃない。強烈な活気。待って、これさ、真ん中揃いとかで行った方が一番合うのかもしんないけど、俺の中ではもう邪魔したくない。強烈な活気、もうこれ、これでしょ。さすがに今回に関してはこれ真ん中が真ん中で一番それで揃えてるかもしんないけど、これはもう強烈な活気が一番合ってるよ。はい、かわいい。はい、かわいい。もういい。あ、かわいい。笑顔見せないで、惚れちゃう。かわいい。そしてアイメイク、うわ、勝手にして、頼む、俺に選ばせないで。アイメイク勝手にして、勝手にしろ、勝手にしろ。そしたらもううまくいくろ。うわー、最悪、やべえよ。アイメイクでボコボコに言われるよ俺。ホワイトバランス悪くない、悪くないだろ、悪くないだろ。うん、時は戻せないけど悪くないだろ。夕暮れから夜明けまで、これも悪くない。全部可愛いな、この子可愛いな。ちょっとプロメク、ちょっとなんかいいな、いいセンスの子多くなってくんな。ゴールデンアワー、何これだけさ、なんかピンク系赤系みたいな、ちょっと似てるじゃん、ピンク紫みたいな感じで。ゴールデンアワーだけ全然色違うじゃん。これ、待って待って、これ合ってんの。ちょっともう一回瞬きしてもらってもいい。ごめん、瞬きもう一回して。これ、いや違うよ、これは夕暮れから夜明け、これは夕暮れから夜明け、絶対これでいこう。変なことしなくて、はい、綺麗、大人っぽいお姉さん。雪をかぶってないリリーは別人のようだな。相変わらずいい仕事をするな。グレダキヨタ、毎回名前呼んでくんな、本当に。さあ、次は部屋で一仕事しようぜ。可愛くないリリー。いくつか仕上げを施せば、この部屋は完璧になるぜ。さあ、完璧な仕上げをしちゃうとするか。まずバルコニーの装飾、バルコニーの装飾いるかも。いらん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 。それね、下手したら火事の元になる可能性もあんのよ。いらんのよそれ。いや、それ誰に見てもらいたいの。それ別にいらんと思うけど、そのクリスマスパーティーみたいな感じじゃないから。海外のクリスマスの飾り付けみたいな、あれはやりすぎてるぐらいレベル高いけど。ベルグラ、山の尾根、山&谷。うわぁ、心底どれでもいいな。ただ部屋の感じ青が多いけど、山&谷で行ってみよっか。あ、いいいい、邪魔しないぐらいがいいのよ。そして新しいスタンドライドも置いちゃいまして、ちょっとさ、なんかここら辺固まりすぎてない？暖炉にソファーに棚に、そう、なんかさ、ごちゃごちゃしすぎてない？ハイコントラスト、もういや、そのなんだろう、もう棚とソファーとかかっちゃってんのよ、いろいろ。もうちょっとさ、もう話そうぜ、この三間接照明。なんだろう、露光角、露光角かなこれ。でもな、合ってる感じはアクティブフラッシュだよね。アクティブフラッシュ、ベジータが出したらなんかね、ファイナルフラッシュじゃなくてアクティブフラッシュ、ちょっと弱そうだな。ハイコントラストかな、邪魔なんないように。んで、新しい机も置く。簡単なスタンダード、まあ普通って感じ。インスピレーション湧いてくるってことなのかな。木は大事だよな。あー、この白の感じね、集中力全開。あんま集中できないけどな。そう考えたらこの簡単なスタンダードでもな、部屋が狭く見えちゃう気がする。なんか部屋のスペース感がない気がするんだよな。でも簡単なスタン、いやでも簡単なスタンダードいいな。結局俺定番な感じにいっちゃいそう。インスピレーション大事だよね。でもここインスピレーションでいこっか。
ここに机を置くことでリリーは仕事をしながら山を見張ることができるぜ。机の理想的な場所を見つけるにはそれなりの計算が必要だったんだぜ。高校を卒業したら代数学なんて二度と使わないって言ったのは誰だ。わかんないけど多分お前の先生なんじゃないのかい。二度と使わないって言ってもそっちの道に進んでるから使われるだけだって。ほとんどのやつが使わない代数学って何？知識がないから代数学がわかんないんだけど。で、新しい椅子も外の方なんだ。アウトドアリビング、おもてなし、おもてなし、おもてなしか。自己反省の椅子好き。この椅子好き。座り心地よさそう。望遠鏡まである。新しいコンピューター勝手に置く Mac。 まさかの Mac、 iMac。 このコンピューターには最新のソフトウェアが全部入ってるんだ。リリーの写真は俺たちが提供した編集ソフトでさらに素敵になるぜ。なんだろう、ってことはもうプレミアなのか、それともファイナルカット使うのか。ファイナルカット、 Mac だからファイナルカットの可能性高いな。で、新しい望遠鏡はこれもいいじゃん、いいじゃん。この望遠鏡は最大で400倍までズームできるのさ。山で何が起こっているのかを調べるのに最適な道具だな。いいね、山のなんかさ、確かにね、ここで見つけて写真撮るみたいなのもありだもんな。そう思うだろ。山が鮮明に見えるんだ。大改造は楽しいものだな。いや、いいよ、俺はでもね、プロメグで一個分かったことある。確かに大改造は楽しいってこと。うん、うふん。あともう一個、改造、センス、自分がおしゃれなんじゃないかなっていう勘違いをさせる。このゲームは良くない。実際ゲームだからできてるもんな。現実でなんかさ、おしゃれなコーディネート、部屋をコーディネートするっていうの、そういうのはできないと思うもん。極寒グループ、アルプスの高木限界線、なんだそれ。高木じゃないだろ。嵐の雲。あーでもな、色合い的にはでもこれちょっと暗すぎる気がするから、あえてここで青い椅子を置くっていうね。あー、いいじゃん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 、悪くない、悪くない。で、新しい壁掛け写真は、いいものを見つけたぜ。リリーが初めて撮影した鳥の写真だ。お、いいね。どういう写真撮ったんだ、リリー。見せてくれよ。おー、初めてにしてはまあまあ、これアスペクト比合ってる。なんか4対3を無理やり16対9にしてない、デレク、大丈夫。オーストラリア原産のカワセミで、笑いカワセミって言うんだ。小さくてカラフルでおしゃべりが大好きなんだ。あ、いいじゃん、いいじゃん。なるほど、この鳥はフランシスとよく似てるな。まあ確かにね、ちょっとそんな感じ。あ、わかるわ、なんとなく似てんのわかる。まあよくおしゃべりならお前だけどな。彼女の親父さんの道具と彼女が初めて撮った写真で、急にこってなんだ。見張り台はリリーにとってもう一つの我が家のように感じるに違いないぜ。このね。なるほどね。グレタキヨタ、この部屋は新鮮でモダンね。さ、リリーの服も同じようにイメチェンするわよ。まずは衣装部屋に行きましょう。さあ来た、リリー。おいおい、もういい女だな。おい、リリーにぴったりの新しいスタイルを見つけましょう。さあ新しいスタイル見つけよっか。さあどういうスタイルで行く。パンツスタイルで行きますか。もうスタイルが抜群なんだよな。何、ほんのり個性的。出た、出ましたよ。ちょっと穴開いてる感じのダメージジーンズ的な。あー、これもいいね。下の方が広がってる感じの。このダメージジーンズ大体いじってくるやついるよね。穴開いてるよみたいな。え、なんか膝穴開いてるよみたいな。あのおもんないいじりしてくるやつら、なんだ穴開いてるよみたいなそれ面白いと思って言ってんのって思ったけど、俺もたまにそういうこと言っちゃうから今のトークなし。シリアスビ、どうだろうな。でも雪の場でもこのスタイルを見せてほしいな。せっかくだったら、せっかくだったらこのめちゃめちゃスタイルいいんだから、リリー。いいいいいい。そしてセーター、この黄色いセーターはそのまま似合っちゃいそうじゃない。黄色いセーターないんかい。冬の装備、ふわふわのありがたさ、北極。あー、でもこれシンプルよね。シンプルなのよね、一番は。だってこの暗い感じ、ふわふわ、あー大人っぽさいいな。ただこのジーンズに合ってるかって言われたらそんな合ってない気がするけど、結局厚着するわけでしょ。いや、これいい、冬の装備、これいいよ。似合う服を着ればみんなの前に立って自分の言いたいことを伝える自信が持てるわ。あなたの言う通りだといいんだけど、でもすでに自信が出てきたわ。いいじゃん、もうこれでいい、これで十分なのよ、十分すぎんだよ。
ブレスレットかネックレスじゃなくて新しいコートもプレゼントしまして、ジジ、あなたの専門はスタイルだってこと知ってるけど、私には機能も重要なの。かっこいい服を着たいのは山々だけど、この山で暖かく過ごしたいわ。おい、山々に山々をかけてんのかな、もしかして。リリー、あなたの心配もわかるわ。今時の洋服はスタイリッシュかつ機能的なのよ。例えばこのコートだけど、このコートは俺が選ぶ。これ機能的か？本当に全然機能的じゃないと思うけど。花焦点、ウォーターマーク、ビネット。はい、二択。ウォーターマークかビネットの二択でございます。ビネットいいんじゃない？ちょっとね、これ暗めになっちゃうからな。ウォーターマークも嫌いじゃないんだけど、ちょっとこれはビネットで明るさ大事にいこっか。いいじゃんいいじゃん、リリー、ものすごく可愛いよ。うわ、サバイバルのためじゃなくても着たいわ。で、靴か。あとは靴も足元をちゃんと見せてくれな。新しいブーツで撮影するときはどういう場所に行くの？私の場合はジャングル、砂漠、それに熱帯地方によく行くわ。でも本当は山が大好きなの。なるほど、じゃあ靴は頑丈にしまそうね。しまそうねって言ったな今。あー、いた、出た、取りまくり。なんかさ、女の子のファッションでさ、あのブーツだけの長靴みたいに見えるやつ、あれなんだろうね、なんだろう、おしゃれっていうよりは、ごめんね、男目線みたいな、男代表じゃないのに男目線みたいな感じで語っちゃうけど、長靴に見えますあれ。いや、長靴なのかな、ブーツ。なんかたまに長靴みたいなブーツ履いてる人いるけど、あれ長靴に見えますよ。長靴じゃんって思ってる人いると思いますよ。登山家、あーでもな、機能性重視するんだったら登山家もいいと思うな。うわー、柄がなんか、柄がちゃんといい。あー、なんだろうな、合ってんだけど、うわー、結局フレッシュパウダーここに行っちゃいそう。結局なんかな、量産があったみたいなの生み出しちゃいそう俺。結局みんなこのスタイルかっこいい、かっこいいとかおしゃれじゃん。フラッシュパウダー、ダニエルパウダー、いやーもうフラッシュパウダーでいくか。あー、ハブアナイスデーでいきましょう。いいいい、一番合ってんな、結局これが一番合ってるわ。そして新しいスカーフ、スカーフはちょっと色入れちゃう。シャッタースピード、でも明るすぎるかな。ダイナミックレンジ、あーいいな、この色が入ってくるのは。そしてフレーム毎秒、もう無理やりカメラのさ言葉に変えなくていいのよ。でここでちょっと赤のこの感じ入れるのもっていいよね。はいはいはい、もう完成じゃない、これもういい、もうこれ何もいらない、これ何もいらないよ、もうこのまま行こう、このまま行こう、何もいらない。帽子いらん、帽子いらんって、十分だから。うわ、かわいい、かわいくてちっちゃい、うわ、かわいい、旅行の達人、うわ、おしゃれ、これぞ肖像写真。いや、俺正直ニットの方がかわいく、俺ニットの方が好きだわ。これに関しては女の子に関してはニットかぶってる女の子がかわいいなって思う。うん、似合ってればね。ただここは芸術家かつ写真家だったら俺はもうここに行ってほしい。肖像だ、これが一番、ごめんよリリーちゃん、もちろんニット似合ってるけど一番今は、うん、このハットが似合う。いや、いい、素敵素敵、これぞカメラ女子だな。インスタグラムで知ってるぜ、ハッシュタグがあるの、カメラ女子っていうのがあるっていうのは。でもお前は本物のカメラ女子になったわけだ。新しいカメラ、これもなんだ、新しいカメラ、おお、カバンとカメラセットなんだね。カバンもちゃんと見なきゃな。レフレックス、これじゃないよな。ブリッジ、いやー、オートフォーカス、結局この、いや、一番右揃いに行ってしまいそう。一番右揃いが一番おしゃれに見える。いや、いいなカメラ女子で、しかもちゃんと自然を愛してて素敵なカメラ女子だぞ。あ、こんなカメラ今まで見たことがないわ。それにとても頑丈そうね。それはね、あなたのお父さん、ちょっと撮らないで、あなたのお父さんの古いカメラから作られたからよ。あなたが写真を撮るたびにお父さんはあなたと一緒にいるのよ。ちょっと撮らないでもらえますか。それにこのバッグはかっこいいだけじゃなく機能的なの。ジジ、なんて言ったらいいのかわからないわ。困っている絶滅危惧種の動物について伝えたいという言葉しか思い浮かばない。あなたの投げキスしてありがとう。あなたの動物保護活動に少しでも役に立てたら嬉しいわ。じゃあ見張り台を見に行ってみない。終わった、あっという間だった。リリーすごく可愛い、リリーすごく可愛いよ。
あ、ちょっと今回プロジェクトメイクオーバーっていう時間やる、もうこれやらないぐらい可愛いか、やるのもなく可愛いって思っちゃったな。すごい、プロジェクトメイクオーバー、プロジェクトメイクオーバー、プロジェクトメイクオーバー。さあ、お披露目といきますか。いやー、リリー可愛かったな。いきますよ。うわ、そうそうそう、なんかでもなんかチャラい女みたいになってきてるかも。ちょっと部屋もいい感じなんじゃない。まあ、今までの中ではそんなに自分の中でお気に入り度的にはそんなに今なんだけど、このリリーがね、まあ可愛い。うわー、リリー、いや一緒にこの山小屋で住もうぜ。うわ、投げキッス、やばい、リリーに惚れてる俺がいる。やばいわ、ちょっとリリーに惚れてる俺がいますよ。うわ、こんなめちゃめちゃいい。おいおい、次すげーな。なんか次もすげーけど、いや、リリー、リリーキッス。